それでは今日も元気に見て強くなるソフトテニス塾を始めていきましょう。トレーナーのマックスとコーチのうちです。今日もよろしくお願いします。お願いします。今日のテーマは、はい、バックカットサーブの打ち方。よー、要望多いんですよね。多いっすよね。コメント欄なんでみんなバックカットそんな打ちたいんだろうと思って。新しいもの好きというか、やっぱね、見て強がそういうチャンネルだった。新しいことをやっていく。新しいこと、イズムが引き継がれてますね。ここに来た、こっち打てますね。はい、普通に打てます。それはすごいですよね。遊びの中でマスターしてたって感じ。そうですね、遊びの中と、あとレッスンとかやってる中で左利きのカットが苦手なんですよねって言われて、最初左でカットも打ってて、でも速いサーブ打てないんですよ、やっぱスイングスピード遅いんで。で、もちろん速いのがってなったんで、じゃあバックカットでやろうって言ってやったらできました。そういう感じなんだ。はい、高校生の時にやったとかじゃなくって。あ、全然全然。なんとなくこう打つんだなってのあって、はいはい、それでやってみたら、あ、合ってた合ってたってなってみたいな感じです。でもこっちの感覚があったからっていうのもあるんですか。なんとなくこっちの切り方をバックにも応用したというか、そうですね、なんか左のカットサーブをイメージして、はい、そうですね。でも最初フレームとかで普通に当たってましたけどね。まあ、やっぱそうですよね、はい、感覚ちょっとやっぱ変わるんで。なるほどなるほど。それでバックはこういう感覚なんだなっていうフォアとの違いが分かればできると思います。やっぱ左利きのカットって嫌じゃないですか。逃げていくと、ラケットないところに行きますからね。そうそうそう、右利きの場合は左に切れる、最悪出せますからね。そう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 、ノータッチエース、はい、中学生の大会とかだったら、うん、結構ノータッチエース見ますよね。だからバックで左利きと同様ぐらいのカットが打てれば武器になるのかなと思うんで、ぜひですね、皆さん今日の動画を参考にやってみてください。早速やっていく前に一つだけお知らせがあります。見て強くなるソフトテニス塾でやっているオンライン塾なんですが、現在もトレーニングコース、美術戦術コースの会員の方を募集しております。僕とウッチーから全国どこにいても指導が受けれるサービスになっておりまして、週に1回の動画、例えば週1回の動画を送ってもらったら、それに対する個別のアドバイスと、月に1回オンライン塾生限定の講義もやっておりますので、見て強くなるソフトテニス塾よりももっとしっかり勉強したいとか、さらにはですね、そこにいっぱい仲間もいるので、全国にいろんな仲間を作ってモチベーションを上げていきたいとかってね、思っている方にもおすすめのコミュニティとなっておりますので、ご興味ある方はぜひ番組下概要欄チェックしてみてください。それでは早速やっていきましょう。どうぞ。それではバックカットの打ち方についてやっていきたいと思います。まず持ち方なんですが、カットをどれだけかけたいのかによって持ち方っていうのは少し変わってきます。ただ同じことは短く持った方が操作性が上がって安定性が上がっていいよっていうのは同じなので、カットサーブを打つっていう時には少し普段ここでもし持ってるっていう場合は短くして持つようにやってみてください。で、僕の場合はですね、人差し指がここから少し出るぐらいのこんな感じで持っています。場合によってはここに人差し指引っ掛けたりっていうのもあるんですが、大体これぐらい短く持ってやっていますので参考にしてください。で、持ち方2つっていうのはですね、まず安定してカットサーブを入れたい、あまり切らないっていうのであれば、普段のウエスタングリップあると思うんですが、ここから面が少し開くぐらいに持ってください。この状態ですね、まあ、ウエスタンほぼ近い、ちょっと回す。で、この状態で振ってやると少し回転がかかったサーブになります。フォアのアンダーカットですね、セカンドのアンダーカットのような感じで少し外に曲がるっていうサーブになります。で、これはですね、ラケットを自然に振っていくと面が開くっていうのを使ったものになるので、特に力を入れるっていう必要はないです。力を入れてしまうとどうしても面が返ってしまって、本来はスライスの面で面が開いたまま打ちたいんですが、面が力入ってヘッドが走って閉じてしまうと、ドライブ回転サーブと変わらなくなってしまうので、面を開いた状態のまま押す。で、そのためには今このピロンって出てるマークあると思うんですが、ここから出してあげると、セカンドカットのような少し左に曲がるサーブになるので、まずアンダーカットもですね、初級といいますか、感覚をつかみたいっていう人はここからでいいかなと思います。で、もしもですね、もっと回転をかけたいっていう場合は2つ目の持ち方、イースタングリップですね。イースタングリップで裏面で打つっていう風にやると、シャッっていう音になって切れ味が全然変わってくるので、まずはこの持ち方2つあるっていうのをぜひ意識してやってみてください。では次、実際にどうやって面の上をボールが転がっているのかっていう説明をさせていただきます。で、面の転がし方に関しては、よくあるバックカットのあまり良くないなと思うのは、手首を使って上から下に切るっていうパターンです。一回やってみます。
首を使って上から下にっていう感じで全然当たらない、フレームにも当たらないし、こういうパターンがあるの。なのでこう出すのではなく、カットサーブはボールの内側を転がすと横回転がかかって跳ねなくなるので、こうではなくこういうイメージです。なので腰にある肩がこれを抜いていくイメージになるので、ボールの内側をこのように転がっていくっていうイメージになります。やっていくと、ボールの内側を転がす、ボールの内側を転がす、こういった感じですね。ボールの内側を転がすと自然に左に曲がるカットっていうのになりやすいです。この振り回りも一緒で、ここから手首が打った後に自然になる分にはいいんですが、ここを手首で打つ瞬間にこねてやろうとすると安定しないので、手首はある程度固めたというか、少し緩めではいるんですが、あまり使いすぎない、この肩の動き、体の回転で打つようにすると安定して打つということができますので、これを意識してやってみてください。あとは結構感覚になってくるので、どこの面で打てば切れるのかな、ちょっと速いなってなると少しスイングスピードが速いのかなと思うので、スイングスピードをちょっとゆっくりすれば長さは短くなりますし、ボールの切れ味ですね、切れ味っていうところに関しては体のスイングスピードですねを上げてあげると、キュッてなって自然に切れるサーブに変わっていきます。なのでそこをちょっと意識してやってみてください。じゃあ実際に何球か打ってみます。参考にしていただけたらと思います。いやー最近寒くなってきたね。本当に寒いです。だから中にパーカー着てきました。お、実は自分も最近寒くなってきたからパーカー着てきたんだけど、一緒だね。これは噂のマークスパーカーですね。マークスパーカー、中にはマークス T シャツも着てます。お、僕と同じパーカーとウェア着たい人は番組下概要欄から注文してね。めっちゃ切れてる。切れちゃいました。久しぶりに打ったんでどんなもんかなと思ってたんですけど、すごい調子良かったですよ。トスが僕フォアこうやって打ってたから、これが結構斬新でした。シュッて上げて、やっぱ腕がどうしても邪魔くさいな。そうなんですよ、言われてあれどうしてるっけって思った。多分トスポンって上げてからちょっと邪魔になるんで、空間を作って打ってるから、はい、これだとやっぱりそう腕打っちゃう、削れるみたいな感じなので、はい、自然になってました。そこら辺を横からのこっちアングルで撮ったんで、ここら辺の動きをバネとかしたので、
とそうやって左手にぶつかるのを切ってるのが分かると思うので、ぜひ参考にしてやってみてください。最後まで見てくれた塾生の皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。見て強くなるソフトテニス塾では、ソフトテニスが上手くなるための最新情報をまとめて発信していますので、まだチャンネル登録をしてなかったよという方は、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。それから今回の動画がすごく参考になった、また見てみたいと思った方は、いいねボタンもよろしくお願いします。普段の皆さんの悩みやリクエストはコメント欄の方でお待ちしておりますので、どんどんコメントしてみてください。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。普段発信している YouTube では伝えられない情報がぎゅっと詰まっています。